皆さん、中田研究室へようこそ。私たちは構造用金属材料、特に鉄鋼材料のミクロ組織と力学特性に関する研究を行っています。皆さんの中には、なぜたくさんある金属の中で鉄なのかとか、鉄鋼の研究なんて古いんじゃないのというふうに感じる人がいるかもしれません。しかし、金属材料が鉄、非鉄に分類されることからも分かるように、鉄は金属材料の中で特別な存在、スペシャルなのです。実際、産業革命以降200年近くにわたって、鉄鋼材料は私たちの生活を支える基盤材料であると同時に、先進材料として今なお進化を続けています。すなわち、鉄鋼を極めるということは、金属材料の真理を探求するということに通じると私たちは考えています。刀匠が真っ赤に焼けた日本刀を金槌で何度も叩き、これを勢いよく水の中につける刀鍛冶を見たことがあるでしょうか。この作業は、日本刀の形を整え、原料に含まれた不純物を低減させる効果があるだけでなく、強くてしなやかな鉄を作るために必要不可欠なプロセスになります。鉄をはじめとする金属材料は、外部から熱や力を加えることによって、その無限のポテンシャルを引き出すことができるのです。すべての物質が原子で構成されており、原子や分子の結びつきによって気体、液体、固体と、その存在状態や性質が変化することをご存知だと思います。実は、固体状態でも原子は動いており、多くの金属材料の内部では、固体状態のまま原子の並び替えや結晶構造が変化する個層変態が起きており、これによってミクロ組織が形成されます。つまり、刀匠が日本刀を叩き、素早く水につける作業の裏では、鉄原子が目まぐるしく運動し、強さとしなやかさを発現するミクロ組織に組み替えられているのです。私たちの研究室では、このナノスケールでの原子運動を理解し、温度や力の変化、また別の元素を添加することで物体を構成する天文学的な数の金属原子の集団運動を任意に制御する究極のナノテクノロジーを科学し、これによって金属が持つポテンシャルを引き出すことに挑戦しています。そう、私たちは科学に基づいた現代の錬金術師と言っていいかもしれません。研究室の合言葉は、最強の鉄を作るです。鉄鋼材料が持つ無限の可能性を引き出すための技術と知識を持ったプロフェッショナル集団として、世界に先駆けた研究に興味がある方は、ぜひホームページをご覧ください。